静岡鉄道も、波18系電車は、かつて静岡鉄道に在籍した通勤系電車。買収国電も、波1500型を1957年に譲り受けたもので、その前身は1930年製の旧鶴見、臨港鉄道110系である。静岡国体開催に伴う輸送力増強のため、1957年8月9日付で、 国鉄模波1 5 0 0 k 1 5 0 0 1 5 0千五百5の3両を譲り受け、モハ18から20として導入したものである。新生児の基本仕様は3両とも同一であったが、模十18.19は 18.、新潟鉄工所製であったのに対しモハ20は、浅野の造船所製であったことにより、携帯に差異が生じていたことに加えて、国鉄時代の改造により窓配置が3両とも、 異なっていた。D、乗務員扉、D、客用扉その他、台車は、原型では、汽車製造製ボールドウィン型を装備していたが、製鉄入りした三両はいずれも、国鉄時代に、台車換装を行っており、モハ十18.19は、住友金属工業製の、帯氷ベッド組み立て型釣り合い量式 k s 十三型を、入線後もそのまま使用し、クモハ二十は、 日本車両製造製 D16 型台車を装備していたが、入船時にブリル 27MCB-2 型に換装されている。主電動機はモハ十18.19が東洋電気製造製 TDK528A 型をモハ20が三菱電機製 MB64C 型をそれぞれ搭載し、制御機は東京芝浦電機製の r p c 五十一型、 電空か無軸式自動加速制御機を3両とも搭載していた。モハ18は1958年にモハ2 0系2 2と台車及び手電動機を交換したが、1963年には再びモハ22と間で交換が行われ、譲り受け当時の仕様に戻された。また、それと前後して1961年から1963年に、 かけて、全車制御機を電磁単位スイッチ式、手動加速制御機に、手電動機を、東洋製、TDK31SN 型にそれぞれ、換装しており、以降モハ十18.19が両運転台構造の、まま実質に両固定編成化され、モハ20は、主に単行運用で使用されていた。車内設備については1959年6月に、天井内張りの金属化が施行され、 同年十月には、車内灯の蛍光灯火及び、それに伴う、電動発電機の換装が実施された。その他、客用扉のアルミファニカム扉化、車内放送装置新設、後部標識灯の車体埋め込み型への改造、全小灯のシールドビームに灯化等が順次、施行されている。車体塗装については入線当初は窓周りが、クリーム色、その他がブルーのツートンカラーであったが、 後年静岡清水線在籍車両の標準塗装であるローズレッドとクリーム色のツートンカラーに変更された。なお、1964年に施行された車種記号変更に伴い、本形式ももは18型からクモは18型と改称されている。その後、100系、300型といった新型車の増備に伴い、車齢の高い本形式は徐々に、 第一線から退き、1967年頃から3両とも、旧車状態となった。そして、雲波18.19は、その使用機器を350軽心製に際して、供出し、1968年に、廃車解体された。残る雲ハ20も、営業運転には復帰せず、 両運転台構造であるという特性を買われて、長沼工場内の入れ替え用車両として使用されることとなった。入れ替え車転用後も当初は車席を保持していたが、営業船に出る機械は皆無であったことから1982年に車席を抹消され、以降移動機扱いとなった。1997年に工事用列車兼用の作業用軌道モーターカーが導入され、 クモハ20は入れ替え車としての使用を終了したが、歴史的価値の高い車両であるということからその後も長沼工場内で生体保存されていた。しかし2007年に至り、車体の老朽化が激しくなったことから保存継続を断念し解体されることが決まった。それに先立って行われた一般公開イベントを最後に同年3月31日までに解体処分され、 姿を消した。ありがとうございます。